1914ラベニアサイクルカルアドバタイズメント。サイクルカーとは主に1910年から1920代後半頃まで作られていた小型で安価な乗用車である。1898年から1910年まで自動車生産は急速に拡大した。当時の軽量乗用車はボアチュレットと呼ばれた。より小型のサイクルカーは1910年頃に現れ、 第一次世界大戦の勃発の直前にブームとなった。サイクルカーとしてよく売れた初期の車にはフランスのバデリアや英国の GN がある。サイクルカーは単気筒、あるいは V 型2気筒、または稀に4気筒のエンジンを乗せていた。多くは空冷だった。これらのエンジン、ギアボックスなどのその他のコンポーネントは多くがモーターサイクルで使われていたものを流用していた。サイクルカーは 軽量ボディで、モーターサイクルと乗用車の中間の位置づけである。前後でに座席というものもある。乗り心地や天候への備えは最低限とされていた。エンジンパワーを駆動輪に伝えるレイアウト方法も様々で、例えばベルト駆動やチェーン駆動などが用いられ、またディファレンシャルを使わないで済むように後輪一輪というものもあった。サイクルカーが流行したのは直接的には、 軽量小型エンジン乗用車に対する登録料金及び年間ライセンス料金に対する税金が割安だったためである。フランスでは、例えば 350kg 以下の重量であれば、両立の低いクラスとなった。フェデレーションインターナショナルデクラブス元サイクリストが1912年12月14日に会合を開き、英国、カナダ、米国、フランス、オランダ、 ベルギー、イタリア、オーストリア、ドイツがサイクルカーの国際区分を正式決定している。その会合では以下の2区分が決定された。1セクション、タイヤ内のチューブの太さサイクルカーにはクラッチと変速ギアが必須とされた。この要求仕様にはプーリーを利用しスリップベルトをクラッチとして用いて直径の異なるプーリーによってギアレシオを変えるような単純な装置でも かとされた。サイクルカーの中には、アミルカー、メジャー、サルムソンのようにスポーツカーと呼ばれるような操縦性能を持っていた車があった。アミルカーのグランスポーツは、ヒルクライムやマイナーレースで102回の優勝を勝ち取った。サルムソンは20年代フランスのスポーツカーで成功した会社である。サイクルカーによるレースも企画され、最初のイベントとしては、 フランス自動車クラブが行った1913年のレース及び1920年のルマンでのサイクルカー GP がある。1920年代初期にはサイクルカーは大変流行していた。一方、大量生産自動車メーカーのフォードなどは販売価格をより下げることができた。企業としては弱小だったサイクルカーメーカーの足元が見られていた。 同じように安価な乗用車として、欧州では、モーリス・カウレー、シトロエンを CV やオースチン7が登場し、サイクルカーを駆逐した。サイクルカーブームは、終わり主要なサイクルカーメーカーは会社を閉じた。チャッターレアのようにモーターサイクルに戻って生き残った会社もある。その後、第二次世界大戦後に小型で、経済的な乗用車が再び求められ新たなメーカー軍が現れた。 サイクルカーという名称は復活せず、それらの車両を指して、今日では、主として、マイクロカーと呼ばれ、その中でも、溶石効率を追求した丸っこい形態のものを、バブルカーと呼んでいる。アルゼンチン、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェコスロバキア、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ス,インスウェーデン、イギリス、アメリカが集国。ありがとうございます。